トンネルを掘る、船で密航する、身分を偽って国境を通過する、あるいは楽器ケースの中に潜り込む、などなど、国外逃亡は多種多様です。どうも、こんにちは、ルンです。今回はガチで起こった国外逃亡についてお送りいたします。他にもどんな国外逃亡があるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では、行ってみましょう。ね、た、ざ、ん、ま、い。ネタ三昧。飛行機で。2017年、ロンドンのヒースロー空港。ナイジェリアから到着した飛行機の中に、10代の少年が忍び込んでいました。少年は飛行機のタイヤ部分に隠れており、6時間かけて国外逃亡に成功。近年、ナイジェリアなどのアフリカ諸国は貧困が大きな問題となっています。経済的な問題から脱出するために国外逃亡するケースが多いとのこと。この少年も国外逃亡に成功したのですが、飛行機の外に出るチャンスを逃してしまい、結局同じ飛行機でナイジェリアに戻ってしまったのでした。船で。1999年、中国では気候の一種である鳳輪功を邪教とし、弾圧を始めました。鳳輪功を学んでいたタン・ヨンジェさんも警察に捕まり、強制所に監禁されます。殴る、蹴る、眠らせないなどの拷問を受け、焼けた鉄の棒を足に押し付けられたのです。それでもタンさんは隙をつき、足を引きずりながら脱走。トラックの積み荷に隠れ、香港まで移動しました。その後、港で貨物船に忍び込み、そのまま船底で数週間を過ごします。その船はアメリカ・カリフォルニア州に到着し、彼はヒッチハイクでヒューストンに移動。その後、彼は病院に移送され、足の皮膚移植を受けたそうです。スーツケースで。2015年、モロッコとスペインの国境検問所。X 線検査をしている入管職員は、どう見ても奇妙なものを見ました。それは、スーツケースの中に入った子供の影。開けると、8歳の少年が出てきました。少年は、アメリカの貧困国、コートジボワールの出身。彼の父親、オワタラさんは、スペインの永住権を取得していましたが、息子は取得できませんでした。そこで、オワタラさんは、息子をスペインに密入国させようと画策したのです。父親は、業者に密入国を依頼しましたが、その方法までは聞かされておらず。結果として、息子さんはスーツケースの中に詰め込まれることになったのでした。結局、約1万2000円の罰金刑だけで済み、家族はスペインで新生活を送れるそうです。船で。その2。1979年、オーストラリア・シドニー。ここの浜辺にビキニ姿の女性が現れ、通行人に助けを求めました。彼女はソ連出身のリリアナ・ガシンスカヤさん。共産主義に反感を抱いていた彼女は国外逃亡を考えていました。そして18歳の時、ソ連のクルーズ船にウェイトレスとして乗り込みます。この船は太平洋を航行しており、シドニーに着いた瞬間、彼女は行動を開始。私物を一切持たず、ビキニ姿で船の窓から海に飛び込んだのです。ソ連への送還が検討されたものの、最終的にオーストラリア政府は彼女の亡命を受理。彼女は現在イギリス・ロンドンで生活しているそうです。電車で。2017年、ドイツ。とある鉄道の車掌は列車の中で一人の少年を見かけました。小学校中学年程度と思われるその少年の持ち物はスクールバッグ一つだけ。なんか妙だなぁと思った車掌は警察に連絡。その後、少年は保護され、ドイツの両親のもとに引
引き渡されました。実は彼は隣国スイスへの国外逃亡を企てていたのです。事の発端は夏休み前に渡された通知表でした。10歳の少年は日頃優秀であったものの、一科目だけ C がついていたのです。これを見た少年は激しく動揺。こんなのパパやママに見せられない。そうだ、遠くに行こう。少年は学校からそのまま駅に向かい、スイス行きの切符を購入。そして警察に保護されるまで国外逃亡劇を繰り広げていたのです。結果として未遂に終わりましたが、ドイツにおける C とは平均とのこと。いかがでしたでしょうか。もっと他のネタが見たいというあなたは、当チャンネルをじっくりとご覧くださいね。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。